放線筋目とは、放線筋門における目である。放線筋目の構成微生物を放線菌類と呼ぶことがある。放線菌類は、非常に多様で、他の目と比べて、非常に多くの小分類を内包する。明確な分類上の位置が決定されていない、株も族として含んでおり、これらの属は、極めて高度な日地依存の表現形を有するために、正確な分類が困難である。 例えば、のカルディア属は、生育環境により異なる表現形を示すが、それが知られる以前はこれらの表現型は全て異なる種であると信じられていた。放射菌類はすべてグラム陽性であるが、マイコバクテリウム属などのいくつかの属と種では、グラム染色試験で判定することが難しい。これらの種では、複雑な構造の細胞壁を有し、これが、 グラム染色されにくい。放線菌目の多くの種は特定の条件、または培地で、抗生物質を産生する。ストリプトマイシン、アクチノマイシン、及びストリプトスリシンは、放線菌類により産生される、医療上重要な抗生物質である。現在使用されている2.3世代抗生物質は、放線菌類から生産される。ありがとうございます。